2022年2月24日にウクライナにロシア軍が侵攻してから600日が経過したね。そんな中、南部ヘルソン州の州都ヘルソン市近郊のドニプロ川と東部ドネツク州の州都近郊のアウディーユカで、ウクライナ軍とロシア軍の両軍が攻勢に出て前進する動きがあったらしいな。さて今回はウクライナ軍がドニプロ川を溶かした件と、アウディーユカにおいてロシア軍が攻勢に出ている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず南部ヘルソン州では10月17日、ウクライナ海兵隊の2個旅団がヘルソン市の近郊上流のドニプロ川を溶かして、ロシア軍に占領されている東岸のビシチャニフカ付近に到達したとして、ロシア側の軍事ブロガーが報告していて、インターネットや SNS などで公開されている動画や画像などの視覚的証拠によると、ウクライナ軍が不通になっているアントニフスキー橋の上流にある鉄道橋付近のドニプロ川東岸に上陸していることが視覚的に確認されているよ。とかを実施した2個海兵隊旅団は、後方で再編成を終えた第35海兵旅団と第36海兵旅団と見られ、砲兵部隊による火力やドローンなどの支援を受けて、小規模の部隊が溶かしてビシチャニフカ近郊のポイマ村を占領しているとされているほか、さらにドニプロ川の上流にあるコザチラヘリやクリンキーの対岸でも、別の海兵隊部隊がドニエプル川とかを準備しているとも報告しているみたい。ここまでに確認された動画や画像からの情報では、ウクライナ軍はドニプロ川の鉄道橋付近で溶かし東岸に上陸した後、そこから南に前進してロシア軍の砲撃を受けたことが確認されているのであるが、ロシア系ブロガーが報告しているように、ウクライナ軍がポイマまで前進したことを示すような視覚的な証拠は公開されていないぜ。このロシア系軍事ブログでは18日にもウクライナ軍によるドニプロ川とか関連の情報を発信しており、溶かしたウクライナ軍はロシア軍の反撃を受けて川岸付近まで撤退を余儀なくされているものの、未だに東岸に共闘法を維持していて、ピシュチャニフカやポイマの郊外で活動を続けていると報告したらしい。このウクライナ海兵隊部隊の動きについて、ウクライナ側からは正式な発表はないものの、19日にウクライナ軍参謀本部がドニプロ川東岸への渡河上陸について言及したことが伝えられていて、ヘルソン州のドニプロ川東岸においてウクライナ軍による何らか作戦が展開されていることは間違いないと見られているね。その一方で東部ドネツク州のアウディーユカではロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられているが、アウディーユカ南のスパルタク方面において、幹線道路にまで進出していたウクライナ軍の防衛ラインを突破した可能性が高いと見られる動画や画像が確認されていて、ウクライナ軍がアウディーユカの南側郊外にある森林地帯に後退してロシア軍を防いでいる可能性が高いな。この防御に適した森林地帯をロシア軍に突破された場合、ロシア軍がアウディーユカ市街地の南側に達するため、ウクライナ軍としては何としてもこの森林地帯でロシア軍の進撃を食い止める必要があると見られているぜ。アメリカのシンクタンクである戦争研究所では、10月12日時点でアウディーユカの周辺においてロシア軍が10日以降の2日間で約 4.5 平方キロメートルの範囲を制圧したとする分析を発表し、ロシア軍はこの間の戦闘によって30両以上の戦車や装甲車を失ったものの攻勢は弱まっていないとされ、ロシア軍とウクライナ軍の双方に多数の戦死者が出ている模様であるとしたみたい。また、イギリスの BBC によると、ロシア軍は10月10日以降このアウディーユカ一帯に、3個大隊約2000人を投入していて、装甲車数十両が戦闘機による支援を受けながら攻勢に出ている作戦に加わっているというよ。アウディーユカにおいてロシアが強硬に攻撃を加えている理由についてウクライナメディアは、ドネツク州の州都ドネツク市の北に隣接しているアウディーユカは、ロシア軍のウクライナ侵略が開始される以前からウクライナ側の支配下にあって、ドネツク州において反ウクライナ政府を掲げてドネツク州独立を目指していた新ロシア派武装勢力との間で戦闘が継続していたため、ウクライナ側が要塞化を進めていたんだ。そしてロシア軍がウクライナ領に侵入する2日前の2月20日に、
州都ドネツクを拠点とする親ロシア派武装勢力がアウディーユカの市街地に一足早く突入していたのであるが、同市を守るウクライナ軍守備隊によって撃退されていたね。そして24日以降はロシア軍がアウディーユカを主要攻略目標の一つとして同市への攻撃を開始していて、それ以降も戦闘が続いているものの、ウクライナ軍はここまでアウディーユカを死守しているぜ。ロシア軍と、2022年9月にウクライナからの独立を宣言してロシア連邦に併合されたドネツク人民共和国の、戦闘部隊急進ロシア派武装勢力としては、アウディーユカがドネツク市市内への砲撃の拠点となっているために何とかしてこれを排除したいことと、ここまで固い守りを見せているアウディーユカを陥落させて、反転攻勢作戦を展開しているウクライナ軍に対して象徴的な勝利をアピールして、戦意を削ぐことを目的にしていると見られているな。ロシア軍と、2022年9月にウクライナからの独立を宣言してロシア連邦に併合された。ドネツク人民共和国の戦闘部隊急進ロシア派武装勢力としては、アウディーユカがドネツク市市内への砲撃の拠点となっているために何とかしてこれを排除したいことと、ここまで固い守りを見せているアウディーユカを陥落させて、反転攻勢作戦を展開しているウクライナ軍に対して象徴的な勝利をアピールして、戦意を削ぐことを目的にしていると見られているな。ウクライナのニュースサイトウクライナプラウダなどが伝えるところによると、ロシア軍は12月中にドネツク州全体を掌握することを目指しているとされ、ドネツク州に打ち込まれた鎖のような形になっているアウディーユカへの攻撃を続けているが、街にはウクライナ住民が約1600人残っているとされ、彼らの安否が気遣われているよ。また、AP 通信によるとウクライナ軍のオレクサンドル・シルスキー司令官が14日に戦況を報告し、ドネツク州やルハンシク州の東部戦線情勢についてここ数日で著しく悪化していると認めたみたい。このような状況の中で西側諸国のメディアや軍事評論家などの間では、ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領が12日にアウディーユカの攻防について言及し、SNS への投稿において我々はアウディーユカから一歩も引かないとして、アウディーユカを死守する考えを強調していることや、昨年アゾフ大隊が製鉄所に立てこもって長期間ロシア軍を苦しめたドネツク州のアゾフ海沿岸にある港湾都市マリウポリと同様に、アウディーユカが包囲されても数週間はロシア軍を相手に持ちこたえられるだけの備えがあるとして長期戦になることが想定され、今年5月から6月にかけて激戦が繰り広げられた同じドネツク州の、バフムートのような状況になるのではないかとの見方が広がっているぜ。また、戦争研究所は13日、アウディーユカの戦況についてのロシア側から発信されている情報に関して、それら情報をロシア軍が統制しようとしていると発表したな。それによると、ロシア国防省やロシア軍がロシア系の軍事ブロガーに対して、ロシア軍の作戦に影響を与えない記事を書くよう指示しているとされていて、特にアウディーユカの戦況について詳細に報告を上げているブログなどは意図的に、ロシア有利の記事が掲載されている可能性が高いとしているみたい。ウクライナのメディアでは、アウディーユカにおいてはこれまでに3000人以上のロシア軍兵士が戦死していると指摘する声があり、それらの情報の中にはロシア軍はアウディーユカでの戦闘において、すでに3個自動車化狙撃旅団規模の兵力と装備を損失しているとするものもあって、プーチン大統領が、ロシアメディアのみならず一般のブロガーまでも情報統制を実施して、ロシア国民に対して多大な損害が出ていることをひた隠し、ウクライナにおける戦況がロシア有利に展開していることをアピールしようと懸命になっていると指摘する声が上がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。